日本関東地方千葉県市川市、菅野菅野は千葉県市川市にある町名。現行行政地名は、菅野1丁目から菅野6丁目。郵便番号は272-0824。市川市北部に位置し、肘学園、河野大女子学院、東京歯科大学市川総合病院、菅野駅がある。また、高田露伴、長井花風、高田彩などの小説家や、追出家、 青木玉、フランス文学者、小西茂谷が居住した地でもあり、長い花風の作品、団長亭、日常、葛飾土産屋、高田綾の作品、菅野、菅野の木、曹操の木等に当地が登場する。古くから別荘地として栄え、現在も多くの邸宅が残る高級住宅街となっている。ここでは、現在の菅野一丁目から六丁目に存在した小技を、 現在の町長順に北から列挙する。菅の二丁目菅の二丁目菅の三丁目主に二つの説が見られ、一方はかつてこの地域の北半分が菅が密生する広い湿原、南半分は左室で菅や菅と呼ばれていたことから菅のとなったとする説。もう一方は940年頃に平野正門の乱の平定のため京都から派遣され、 乱平定後は当地に住んだ関路市にちなむとする説が見られる。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。白旗天神社、ありがとうございます。